SG 第31回グランプリを制した瓜生正義選手です。おめでとうございます。ずしりとムチ打ちになった感じです。そうね、じゃあちょっとあまり首振らなくていいのか、ね、ですね、はい。2016年を今どう振り返りますか。はい、そうですね、振り返れば前半、いろいろ波がありましたけど、あっという間な1年だった気がします。この2、3年ぐらい決して楽な戦いばかりではなかったような気がします。そこは本当に僕が強くないっていうだけで、もっと強くっていう思いでやってきました。それは気持ちですか。そうですね、やっぱり負けた原因とかそういうのを考えながら日々一歩ずつやってきたつもりです。過去このグランプリにファイナリストとして6回、その中でいろいろと考えるところがあると今日休日インタビューで。そうですね、いろいろ思い返しながらどういう感じだったかなって思ってました。自分の心の状態。そうですね、エンジンじゃなくて気持ちの持ちようとあったりとか、はい、そういう感じですね。落ち着いてレースできました。意外と進入はちょっと想定外だったんですけど、はい、意外と落ち着いてました。100切ってましたね。前節同じぐらいのとこからやってたんで、はい、多分大丈夫だろうと思って行きましたけど。坂上さんが一足早く教えてくれました。コンマ08のトップスタートです。そうですね、早いと思いましたけど、はい、もう菊池くんが来たんでやっぱ落としきれませんでしたね最後。船足は変わらず自分の思ったイメージでした。そうですね、ちょっとずれてましたけど、1コーナーもうまく回れましたし、ギリギリの範囲だったと思います。 SG の優勝通算9回目になりました。グランプリはきっとひとしおだろうなと思いますが。そうですね、まだ実感はないんですけど、本当この金のヘルメットが重たくて、いやいや、それぐらいこう重いものなんだなと思って今感じてます。今日12月25日はなんか特別な日らしいですね。そうですね、私事でございますが、妻の誕生日で、できれば25日のグランプリがあるときに、優勝できればと思ってたんですけども。その通りになりました。そうですね、報告したいと思います。そして2016年の12月25日は奥様だけではありません。ここにいらっしゃる、そしてテレビなどで見つめてくださっている全国のボートレースファンの皆様にとっても特別な日になります。ファンの皆様に一言感謝の気持ち、そして来年に向けたメッセージいただけますか。はい、本当ここまで支えてくださった皆様、育ててくださった皆様、本当ありがとうございました。これからも精進してもっと強くなっていきたいと思いますので、またこれからもよろしくお願いいたします。皆様来年もよろしくお願いします。本当にいい一年になったと思います。はい、今聞こえなかったと思いますが、良いお年をお迎えくださいと言ってました。皆さんから瓜生選手におめでとうのコールを3回続けて、瓜生選手に届けて誕生していただきたいと思います。座ってらっしゃる方、できたらその場で立てたら立ってください。ボートレース住之江の戦い、幕を下ろしました。2016年の記念レースのシーンを彩った各選手の激闘、瓜生選手が頂上に立ちました。第31回グランプリ優勝、瓜生選手おめでとう。